フランシス・バーデット、第五代順断者サー・フランシス・バーデット、サー・フラス・バードット、ゴトン・エイチ・ベレネット、1770年1月25日から1844年1月23日は、改革派のイギリスの政治家。フランシス・バーデットとその妻、エレノアの子として生まれた、ウィルト州にあるラムズバリーの領主ウィリアム・ジョーンズは、母方の祖父であり、 サーロバート・バーデットシ男クは、父方の父にあたる。バーデットは1820年に、セント・ジェームズ・プレイスの25番地に今日構え、そこで死去した。バーデットは、ウェストミンスター校及びオックスフォードで教育を受けた。若い頃、オックスフォード城と長期間交際した後、フランスとスイスを巡る旅に出ている。滞在時、パリでは、フランス革命が勃発したばかりだった。 ここで得た経験が、後に彼の政治的思想に影響を与えたことは疑うべくもない。バーデットは1793年に帰国し、ソフィアと結婚した。ソフィアは銀行家であるトマス・クーツの次女である。彼女はバーデットに莫大な財産をもたらした。1796年、バーデットはニューキャッスル公爵の後継者から議席を譲り受け、 ゴローブリッジの議員となった。その後、1797年には祖父の後を継いで、順断尺となるとともに、フォアマークホールの居住権並びにイングルビー及び、フォアマークの小村の領主権も相続した。バーレットは、会議会において、公民権を擁護する立場をとり、ウィリアム・ピットの政敵として、早くから注目を集めた。彼は、フランスとの交戦を公然と非難し、 当時中断されていた人身保護法を復活させるように求め、またジョン・ホーン・トゥックを議会から追放しようとする動きに抵抗した。国民はすぐに彼を支持した。バーデットはコールドバス・フィールズ刑務所の環境を調査しようと尽力したが、結果として政府の許可を得ることができなかったため、当刑務所のみならず、イギリス国内にあるいずれの刑務所の訪問も実現しなかった。 1797年には、トゥックと信仰を深め、政治のみならず言語学の分野においても彼をしと仰ぐようになった。1802年の総選挙において、バーデットはミドルセックス州から立候補した。しかしこの当選は1804年に無効とされ、続く選挙において、バーデットは敗れた。1805年、この無効は取り下げられたが、このように選挙結果が再度。 それも短い期間に負ったことで、バーデットは今後再び議員に立候補する意思のないことを宣言した。彼はこの意見に莫大な金をつぎ込んでいた。1806年の総選挙で、バーデットはウェストミンスター氏の改革派候補者であるジェームズ・パウルの筆頭支援者だった。しかし翌年、バーデットとパウルは誤解がもとで決闘する事態にまで至り、 双方ともに傷を負うこととなる。翌年の1807年の総選挙において、バーデットは不本意ながら、ウェストミンスタークから自ら出馬することとなった。そして熱狂的な支持の下、最多得票数でトップ当選を果たした。性的への批判と改革の推進という転職に、再び取り組むことになった、バーデットだったが、1810年には、会院議会との対立を深めた。 会員は、旧進派で知られるジョン・ゲイル・ジョーンズを習慣した。バーデットは、このような手段を取る権限を会員が有している点を疑問視し、この手続きの正当性を求断したのだ。バーデットはジョーンズを釈放するために尽力したが、トロうに終わった。これを受けて、バーデットは、ウィリアム・コベットが発行した、ウィークリー・レジスターに掲載された、この件に関する自身の談話の改訂版を発行した。 海底版におけるこの告発は会員を中傷していたため、会員はバーデットの行動が背任に当たるとし、議長はバーデットの逮捕令状を請求した。バーデットの弁護のため、2日間にわたり、群衆が主婦在の屋敷に詰めかけた。バーデットは権力に屈しなかった。バーデットの同僚であるトマス・コクランが助力を申し出たが、彼はこの市民的かつ政治的な出来事に、 軍事的戦略を用いるつもりであったため、バーデットはこれを辞退した。屋敷に入る直前、バーデットは兵士たちによって、ロンドン島へ連行された。国会休会中に彼は釈放されたが、水路をウェストメンスターへと帰還したことで支援者たちを大いに落胆させた。これは、彼の名誉を表明する機会が失われたことを意味するためだった。その後、バーデットは、 会議長及び軍曹に対して法的措置を取ったものの裁判所は議会の行動を指示した。会議会においてバーデットは軍によって行われている肉体的刑罰を告発し不正を監視するあらゆる試みに対する指示を表明した。しかし彼の最大の関心は国会の改革及びローマカトリック教会の無力さの改善に向けられていた。 1809年に議会改革の大枠を提案した後、1817年及び1818 18年に再びこの問題を取り上げ。彼は男子の普通選挙を提案するチャーティズム運動に期待していたが、彼の提案はほとんど支持を得られなかった。だが、彼は成功を収めた。1825年、会員はローマカトリック法を尊重するべきである。 という決議がなされたのだ。これは、バーデットの提案を包含する議案に導かれた決議である。しかしこの法案は会を通過したもの、上院において否決された。1827年及び1828年、彼は再びこの問題を取り上げ、1829年には可決される見通しとなった。1820年に、バーデットと政府との間に、 深刻な対立が生じた。ピーター・ルーの虐殺との関連を厳しく追求され、レスター巡回裁判所において彼は訴えられたのだ。結果、センポンドの罰金刑を課せられるとともに、3ヶ月間刑務所に収監された。1832年に改革法案が可決された。あと、経験豊かな政治家の改革への情熱はほとんど失われ、選挙区民は、 彼の変化に不快感を隠さなかった。政治への熱意が減退した結果、バーゲットは1837年に議席を放棄したものの再選を果たした。しかしながら、同年に行われた総選挙では、彼はウェストミンスターから見放され、ノースウィルト州の議員に選ばれた。多くの場合において、従来のような急進派としてではなく、保守党員として行動することで、 彼は死ぬまでこの議席を保持し続けた。彼は仲間である、保守党員から古い栄光とあだ名されていた。最愛の妻ソフィアは、1844年1月13日に死去した。この時74歳になっていた。バーデッドは、ひどく楽胆しもはや生きる意味は何もないと感じた。彼は、一切の食事を拒否し、妻の死去からちょうど10日後、 1844年の1月23日にソフィアの後を追うように亡くなった。バーデット夫妻はウィルト州にあるラムスバリー教会の同じ埋葬室に時を軸して埋葬された。夫妻の間にはロバートという息子がいた。ロバートは順断爵の地位と共にバーデットの莫大な財産を相続した。ロバートには5人の姉妹がいた。 松の妹アンジェラは曽祖,祖父の未亡人である。ハリエットから、クーツ家の財産を相続するとともに、彼女の遺言で、バーデットの生とともに、クーツの生を受け継ぎ、バーデットイコール、クーツと名乗るようになった。アンジェラ・バーデットイコール、クーツ女男爵である。ロバートはの会員でもあった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。